混じり気のないキリスト教をご覧の皆様こんにちは、えー、今日も CS l e スの著書キリスト教の精髄という本を通してキリスト教についてご紹介していきます一、えー、章では、えー、なぜキリスト教なのかということそしてまた二章ではキリスト教は何を信じ何を教えているのかというものを取り扱ってきました三章ではクリスチャンとはどんなものでまたどうあろうとしているのかについて語られてきました今日は これから4章を語っていきます、えー、キリスト教を信じている人たちが信じるこの神様という方が一体どういう方なのかということについてさらに詳しく書かれていきます。えー、早速見ていきたいと思いますがまず第1項を見てみると「作ることと生むこと」っていうようなことが書かれてあります。 まあ何のこっちゃということなんですがそれは後で分かってきますのでまずはこの神様を知るためにはどうしたらいいかということをルイスは語っていますルイスは神様を理解するためには神学が必要ですよこれは神様に関する学問が必要だというふうに説明しています しかしですね多くの人たちはいや神様なんて私自分で感じればいいやというふうに思うかもしれないんですね。でこの神と神学の関係をルイスはそのことを分かりやすくするために海と海図、まあ、海の地図ですね海図を通して説明しています。 えー、海は誰でも海岸に行ったりまた船に乗ったりすれば感じられますよね、えー、海について知りたいのであるならばあ何かこの読んでらわけのわからない海図どう読みがいいかよくわからないものしかも本物ではないただの紙切れの海図なんて必要なくて海に行って感じればいいんだというふうに感じる人たちがいますよね私の感じる海だとそういうふうな感じですよねしかしこの海図というものをよく考えてみる と実際に海に出て多く苦労した人たちその実体験に基づいて事実が記されていますその事実はまだ体験する人が体験したことがないそのようなものであったとしたとしてもその人が改めて海に出るとき他の人が海に出るときに必要な情報がまとめられていますまだ行ったことのないところまでの情報が書かれてあるということですね。 そして実際に人が海に出る時そのあまりの広大さがゆえに海のすべてを知らなくても進むべき方向性は海図を通して知知るる必要ががありまます。また知ることができますとということでですすね。ですから初めて大海原に出ていく人たちはその海図を必要としその通りに進んでいくと正しく歩んでいくことができるんだということなんです。 このように海図というものは海そのものではなくても確かに海を利用しようとするときには必要になってくるものです、えー、この時にルイスは神様を海にたとえていて海図を神学にたとえています神様を知るためには神学も必要なんだということなんですね で私たちは神学っていうものは何か少し質難しい問題かなというふうに思ってしまうんですわからないようなことかなと思うんですけれども実は神学っていうのは神様を霊的に実体験したその積み重ねが神学になっているんだ。 ということですね私にわかる俺だけの神様そういうものではなくて全ての人がちゃんと理解できるその神様というものをしっかりと道示すまあ地図のようなものなんだということなんですね神学は必要に私たちにとって必要でまた実用的なものなんです ですからこれからルイスが語る内容も彼の神学とも言えると思いますがこのようにこの神学神様のことを一つ一つ解き明かしていきましょうねということを皆さんと一緒に分かち合っていきたいんですね。さあその上でルイスはここから神様についてまあ自身の神学を展開していくわけなんですけれどもあまり難しくないように分かりやすく説明していると思います。さあこここでタイトルに出てきた作ること 生むこととしてですね神様のことを表そうとして、えー、ルイスが話をしています神様のご性質を知っていくときに作ることそれから生むことがあるんだということですねまず最初に作ることというのは自分とは違うものを作り上げるっていうことですね例えば人が家とか彫刻を作りますよというふうに言ったとしてもそれは人ではありませんね人とは別のものです 一方で産むことというものは一体何でしょうか。産むことっていうのは自分と同質のものが発生していくということです。例えば人が子供を産むとそれは人ですよね。あ同じようなものが出てくるということです。えー、聖書にはイエス・キリストは神の子であると書かれてあります。えー、これはイエス様が神から生まれたものでありもともと神なんだということを意味しているわけですね。えー、一方で 人は神に似せて作られたものでありますですから人は神ではありません似ている部分はあっても神ではないということですキリストは神ですということですねしかしこのキリストによって私たち人間は神の子に変えられていくんだということを表現していますこれを全く新しい命というふうに捉えていくわけです 人は生まれたままでは生物学的な命しかありません。まあ、自然的な命とも言ってもいいと思います。あしかしこのイエスに繋がることによって新しい霊的な命というものが生まれてくるようになるんだと言っています。まあ、これ難しい話で、えっ、ー、と生物学的な命をビオスというふうな表現を本の中ではしています。また霊的な命のことをゾエというふうにえ言います。 ですからこれを本の中では繰り返し書かれるんですけどこの単語を使うと余計分かりにくくなると思うのであえて説明的な日本語を使ってこれからも話していこうと思いますがですから人は生まれつきのまま生物学的な命からイエスを通して霊的な命に変えられるっていうことが大切なことになるんだというふうに言ってるわけですね。神様とといいううのは霊的な命をを持っておられる方だということを思う 覚えることができますさあ私たちの神様はあこの三位一体の神様だというふうに言われるわけなんですけれども、えー、さらに神様のこととを深く考えていいきたいと思いますさあ,あ私たちがこの神様を考えるにあたって、えー、前の第一項で生むことについて、えーえー、分かち合いましたけれども、えー、そのことをもう少し考えていきます。人はあ人ははを生み出します神は キリストを生みますねこれだと人と神はあまり何か差がないように感じますけれどもここに決定的な差があるんですねそれは一体何なのかっていうと人が人を生んだとするならば 同じ人ではなく別人格ですよということを言えると思いますそうですよね息子が全く私の分身ですみたいな感じになるとちょっと気持ちが悪いという感じになるわけですけれども別人格が生まれてくるわけですそれは私たちの実体験としてわかるんですしかし神様がキリストを生むというふうなことはどういうことになるかというとこれは全く人と違って同じ神様なんですよということなんですね ある意味私たちの考えている人格を超えた方なんだということを考えることができます。である人は人が霊的な命を得るっていうことをまるで一滴の雫の水がですね大海原に落ちるように何か吸収されていってしまう同化して知ってしまうそのようなイメージを持つ人もいます。 一人の人が神様に繋がっていくんだ。そうするともう一緒になってしまうというね区別がつかなくなってしまう。そのようなことを考える人がいます。しかしこれは霊的な命の本質を表している内容とは違います。なぜならその水滴っていうものは海に落ちてしまえば区別がつかなくなって全く同質のものになってしまいます。その境界線がなくなるわけですね。しかし霊的な命っていうのはそれぞれの区別が明確にあります。 けれれども同じとされます。まるで神様とキリストを比べていれば神様とキリストはちゃんと区別をされているのにもかかわらず同質なんだということを言うことができるからです。ですから私たちのの感感覚、覚その吸収されるという感覚ではありません。私たちも神様の子とされるんだということが聖書には書かれてある。神様の子になる 神様の子であるのではなくて神様の子とされる神様の子になるというような表現ですねその時に私たちの人格がもうどっかに行ってしまってあなんかもう私というものが消え去ってしまうのではありません私たちが神様とこの子になるというのは私たちの人格を失っていくものではないんですけれども私たちが神様と同質のものへと変えられていくんだということなんですね なかなかですねこのことは、ね、理解することが難ししいかもしれませんルイスはこのことを神様がこの私たちが考えることのできる人格を超えた高次元の方だからある意味低次元の私たちには理解できないという部分がある程度あるということは仕方のないことだというふうに思っています。 まあ、ルイスは少し数学的な考えが好きな人ですけれどもおこの私たちの感覚では空間をを次次元元ととしててて捉捉ええいいまますすね世の中ですからあこのことをですね、えー、この3次元というものをですね2次元つまり平面だけの存在の人もしくは1次元直線的な存在の人が理解できるかというと低次元のものは高次元のことが理解できないですね。直線の世界しか知らない人が 広がりがりあるんだともう一生ずっと行ったり前に進むか後ろに行くかだけの世界でもそのものがあ広がりがあるんだ横に行ってもいいんだ行っていいのみたいないやそ,のそもそもその存在自体がわわからないわけです平面の中にいる人たちはあこの空間をこう行ったり来たりしてるんです。 こう空を飛んでいけばいいんじゃないかという発想にならないそもそも空なんてないというふうな生まれてから見たことがないということなんですね、えー、しかし高次元のものからすればですね、えー、この 直線上で動いている人あの前に障害物があれば横に行けばいいじゃないかと思うわけですけどそれわからないわけなんですね、えー、でも高次元の人から見たら横に行けばいいだけ三、えー、次元の人から二次元の人を見るとですねあ目の前に障害物があってもうずっと壁が続いてるんだどうしたらいいんだ乗り越えればいいじゃないか乗り越えることの発想自体がないその世界がないわけなんですねですから低次元のものから高次元のことを見ることはできません高次元のものから低次元のことを 見ることができます、えー。私たちは低次元なので神様を完全に理解することはできませんが、神様は私たちを理解してくださいます。えー、高次元から低次元には触れることができます。そうですよね。まあ、ちょっとここに平面を用意してみましょう。神様は空間があります。まあ、この本をですね、平面としましょう。あ神様がこの平面に触れてないとわからないですけど、あ神様が降りてきます。降りてきます。降りてきます。この瞬間。 触れた瞬間には神様を感じることができますつまり高次元から低次元へは本当にその触れることができるんですですから私たちは神様を理解することは非常に難しいですけれどもしかし体験することはできるのですで、このように神様は3つの人格がある方であるんですけれどもそれぞれが別であるとともにけれども一つなんだ という神様の霊的な次元を持った方ですこれを無理やり理解しようとしても難しいことです皆さんぜひ体験していってほしいなというふうに思うんですね霊的な次元には霊的な命が必要です霊的な次元のことをこう理解するためには霊的な命が必要なんだということなんですね私たちは神様のことを理解しなくても神様の信じる人々を通して霊的な実体験をしていくことができるんだということです霊的な 実体験の道具でもある。 また私たち神様を信じる人たちっていうものがいたらですねその人たちは霊的なこの事件をのぞく、まあ、ヒントといいますかその手がかりなわけですよね道具とも言えます。で,この道具がですね錆びついいいいててはけけないわでですですからもしこのご覧テレビをご覧の皆様番組をご覧の皆様はですねどうぞ覚えておいてほしいんですけれども私たちは神様によって もっととよくく整えられていくことが大切です、えー、私たち自身がその神様の霊的な次元私たちも理解してないけれども神様が触れてくださっているので私たちがその道具それを見通す、えー、何かあこの道具になる、えー、そのようなものなんだ通りくだになるんだそういうことをですね覚えていただいていて、えー、もっと神様にふさわしい人と変えられていくんだということを願っていただけたら幸いです。こ、えー、このことを通して私たちはもうさらに成長し していきたいと思ってくだされば感謝です最後に神様の次元ということをもう一つだけ言いたいと思います時間のことですよね神様永遠の方ですということなんです神様は時間を超越した方です普通時間というのは過去現在未来というものがありますそして私たちはいつも現在にいてその時間というのはいつも流れています止めどなく流れます止まることはありません しかし神様は時間さえも作られた方ある意味その時間を超越しているお方超えた方ですね、えー。ルイスはこのことを説明するためにルイス自身も作家でありますから作家に例えて、えー、このことを説明しています。えー、作家が物語を書きますよね。 例えばその物語の中に何年もかかるような内容を物語で書いたとしたとしてもそれ実際に作家が費やした時間というのはひょっとすると何何日間かかヶ月かそういういものの作業だったとしますしかし実際に書いた内容は何年も何年もかかるような内容を書いたとします。 あしかし実際に作家はそれを何年も何年もかけて書く必要はないです、えー、実際に作家の時間現実の時間というものがあるわけです、えー、作家はいませんそしていつでも自分の作品の空間軸時間軸に入っていっていつでもこの作品の中に介入し、えー、手を加えることができますこのように神様は私たちを作られましたね時間を作られました 過去現在未来という時間をその私たちも作品の中で感じるわけですけれどもしかしこの作品を作られた神様は私たちの時間にとらわれているわけではなくいいいいいつつももそそののの過去現在在未来とうううがが今ふに重なっているそれが神様の存在で,すですから神様っていうのはこういう意味で時間を超えた永遠の方なんだということです。 私たちが将来のことが分からなくて不安になるかもしれませんが神様にとっては今ということを知っていて今生きている私も過去の私にもいつでも主は触れてくださっているんだ主に対して完全な信頼を置いていっても良いというふうに言えることができます。神様がどんな方な方のかということをこれらのことを通してて深く知るヒントになっていただければ幸いです。 次回以降も神様がどんな方であるのかということを続けていきますどうぞお楽しみにしてください